はい、どうも皆さん、こんばんは。ガクチャンネルのガクです。ですね、まあ、前回バイクの、ドライブレコーダー F2 ってやつね、ご紹介をしたと思うんですけど、とりあえず今回はね、まあ、ちょっと走ってきましたんで、その映像をね、ちょっと見ていただこうと、思います。とりあえずPC 画面でね、再生するソフトの、方をね、それはダウンロード先はね、概要欄の方に載せてますんで、そのソフトをね、ダウンロードしてもらったらと思います。GV プレイヤーかな、 GV プレイヤーという、ソフトになります。なんかね、説明書に書いてる URL、まあ、そのまま載せてるんですけど、そうじゃなくてね、なんか違うとこからどこだったかな、なんか Amazon の商品の説明欄かな、なんかそんなとこに載ってる URL はね、なんか違うソフト案内されたりしたんでね、とりあえず僕の今からね、ソフト紹介するやつは概要欄に載せてるんで、まあわからん人はね、それダウンロードしてもらったらと思います。まあとりあえずね、ソフトの方を使い方ね、やっていこうと思いますんで、PC 画面の方にねちょっと切り替えます。ではでは。はい、どうも、皆さん、お待たせをいたしました。さっき言った GV プレイヤーとソフトね、こちらの方にダウンロードを、しています。これ立ち上げるとね、ちょっと違う画面に行ってますけど、こんな画面のやつが出てきます。こんなやつね。で、まあ、地図もね、Google マップがこう出る、ちょっと画面だけ整えますね。こんな感じでいいかな、こんな感じしておきましょうかね。で、ここの左の下のとこ見てもらうと、フォルダーね、オープンファイルってこう出ますけど、これをすると、まあフォルダーを指定して、まあ例えば SD カード今ね、挿してますけど、まあ SD カード全部のねデータを参照するときとかは、これを使います。で、単独のファイルね、もう決まったファイルを見るっていうのがあるんだったら、例えばまあ、その SD カードからそのデータだけを抜いてきた時とかね、その場合はこのファイルを使ってもらったら、あ、これセーブか、ごめんなさい、こっちですね、これセーブやからこれ使ったことないなこれ、ファイル開いててそれだけを単独でセーブするのかな、ちょっとこれ使ったことないな、これファイル開、あ、そうそう、このボタン開いたらこうなんでね、単独のファイル開くんやったらこれかね。で、フォルダーを指定するんだったらこの一番下です。で、ディスクね、SD カード丸々指定するんだったらこれ。まあ、僕いつもね、今回 G ね、これで開いてるから、まあほとんど、それかファイルかね。ファイルというかフォルダーか。まあ、ファイル単独でも開いたことはありますけど、そんな開かないですね。まあこれでいいと思います。SD カードのね、全体を指定してあげたらいいと思います。で、OK。やるとね、いきなり再生が始まります。今ちょっと聞いてもらった通り、音が結構ね大きいんで、音量だけまあちょっと下げるか、もうミュートをね、この下のとこで、ミュートをかけといてもらったらと思います。で、これはね、もういつもおなじみ、僕おなじみの平常旧跡の、まあ、バイク置き場っていうかね、駐車場になります。で、なんていうかな、この下のとこに出てくるのが、まあ、基本的な、その、なんて言ったら、前と後ろの、録画データを一本の、データとして管理しているのがこの下のところね。これだから一個ずつ飛ばすと、後ろと前ね、どっちも、再生されます。で、この右のとこは、これなんで分かれてるのかな、まあ一応分かれとかないとなんか不都合が出てくると思うんですけど、これはもう元々のファイルそのままの状態ね、を表示してます。だからこの一番ファイル名の後ろのとこが FR ね、ついてると思うんですけど、ゴニョゴニョゴニョ同じ名前ね、ゴニョ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  F ゴニョゴニョ R ね、同じ名前で最後が F と R でワンセットね、ということになります。だからこれね、例えば R の方を再生してしまうと、右と左どっちもね、リアの映像になってしまいます。だから右の方で再生するんだったら、全部 F の方を選んであげないとね、まあフロントの方にね、
なんていうか接続するデータが入ってるのか なんかちょっとよくわからないですけど、とりあえず F の方ね。でそれかもう下のところでね選んであげると、もうフロントリアがワンセットになってるんで、こんな感じでね、セットで、こう飛ばしていく感じになりますね。こんな感じね、こんな感じ、はい、ね。で、その選んだデータに基づいてね、GPS のデータがね、こう GPS ちゃんと受信をすればね、こういうふうに、どこを走ってるっていうのが、出てきます、この Google マップ上でね。でこの GPS のラインがあまりにもずれてるとかだったら、受信感度がねやっぱり悪いということなんで、GPS の、その受信機のね、装着域位置をねちょっと見直した方がやっぱりいいですよね。まあ、こんなんずれてますけど、ここら辺はちょっとね、木とかもあるんで、ちょっとそういうので受信精度が悪くなってる可能性はありますけどね。はい。まあ、使い方としてはシンプルです。そんなに難しいことは、ないですね。はい。で、セッティングね、これ、日本語はなかった。あ、日本語あるか。日本語。あ、一応日本語になりましたね。これあとこれチャイナマップはこう関係ないか、まあ、Google マップですよね。もう設定もこのくらいしかないんでね、全然使い勝手というか、あとはもう画面の保存、これやったらこんな感じ、静止画を保存してくれるような感じになりますよね。だからまあなんていうかな、僕の場合もう画面キャプチャーでやっちゃうからね、あんまりセーブっていうのも使ったりしないけど、これだから前とか後ろとかね、こうダブルクリックしてあげるとこう拡大してくれるんでね、こうやってね。ただねこれちょっと不便なのが、こう拡大しちゃうと再生とか停止のねボタンが何もないんで、再生をさせるときは、このボタンをね押してあげて、でこの画面の状態ではね止めれないんですよね、あくまでもこうパネルを一回戻してね、止めたり進めたりをしてあげないといけません。はい、ということで、そしたらここからはね、実際の、映像をね、こう見ていただいて、フロントとリアね、どちらもこう交互にね、映したりしながら映像のね確認をしていただけたらと思います。で僕の動画は一応 4K 画質でね、一応 YouTube の方にアップロードしてて、で元々のこの画質の方は、フル HD、1080ってね、で、撮影をされてるので、十分ね元素材の、映像、見ていただけると思うんで、まあ、参考にしていただけたらと思います。じゃあちょっと走ってきたね映像の方を実際ご覧見ていただこうと思います。ではではご覧ください、どうぞ。
はい、どうも、いかがでしたでしょうか。まあ、実際のね、走ってる映像なんで、まあ、購入考えてる方はね、参考になるかなと思ってね、一応上げましたけど、まあ、この製品の映像的な特徴でいうと、ちょっと赤みっぽい色が出てるかな。これも、なんていうかな、センサーとかいろんな兼ね合いでね、やっぱり画質っていうか、まあ、そういうのはちょっと変わって、色合いとかも変わってくると思うんですけど、ちょっと赤っぽいかなという感じはしましたね。だけど画像の綺麗さはね、非常に綺麗だと思います。特にね、僕がびっくりしたのは夜映像ね、ちょっとトンネルとかの中の映像とかも入れてたと思うんですけど、その夜の映像がね、すごく明るい。これはね、やっぱりソニーのセンサーが効いてるのか、まあ、制御のソフトウェアがうまくね、いってるのかちょっとわかんないですけど、かなり明るいですね。だから、まあ、本当の真っ暗で全く光がない状態だったらちょっとかなり厳しいとは思いますけど、田舎のこう街灯がちょっと少ないようなところくらいでもね、かなり綺麗に映ると思います。まあ、僕が走ってきてるとことかもちょっと暗いところもあったりね、しましたんで、そこら辺はね、特徴、まあ、この製品のいい特徴としてね、挙げれるかなと思います。あとはね、まあ、当たり前のことですけど、動作がね、非常に安定してるかなとは思いますよね。前の P6F はね、まあ、また僕が買ってからも改良されてるみたいなんですけど、時々ね、リアのカメラのところが通信エラーっていうかね、なっちゃうことがあったんですよ。だから、そのエラーかかると、リアのデータだけがね、こう飛んでなくなっちゃうんですよ。で、多分このなんていうか、カメラの配線はわしてるとことかにノイズがね、強く入っちゃうと、そのなんていうかな、映像が受信、本体の方でちゃんと転送されるずにね、そのエラーが発生して、そのデータ自体がそのワンファイル、だから僕の場合ワンファイル5分にしてるんですけど、5分間のデータが飛んじゃうみたいなね、感じになったりしてたんで、だから残ってる映像がフロントだけしかないデータがね、まあ、それも頻繁にっていうことじゃないんですけど、たまに起こってました。だ、そういうのがね、なくなってる感じはしましたね。そこら辺はすごく改善されてると思います。で、 P6F 自体もね、結構ね、気に入ってた機種だったんで、まあ、いろいろ問題はありますけどね、画面的にはね、白みのある、白い色が強いね、画質だったんですけど、まあ、どっちかというと僕そっちの白い色の画質の方が結構好きだったりするんでね、ですけど、やっぱりさっき言ってたように、データがなくなるっていうのはこれ一番困るでしょ。やっぱりドライブレコーダーなんでね、いざっていう時のためにつけてるんで、やっぱりそのデータが欠損してしまう可能性があるっていうのはね、ちょっとやっぱり使えないっていうか、ドライブレコーダーとしてはね、ちょっともかなり問題があると。僕なんかはこう YouTube 上げたりしてるんで、まあ、そのドライブレコーダーの映像をこう YouTube とかね、アップする映像としても使いたいなって思うと、なんていうかな、色味とかそういうのも綺麗な方が当然ね、嬉しいんですけど、やっぱちゃんと動いてくれるっていうね、安定性っていうか、こうそういうのはね、大事だと思うんでね、まあ、いろいろね、やっぱりありますよね。まあ、それ当然綺麗な方がいいですけどね、画質もね、まあ、まあ、なかなか難しいですね。まあ、とりあえずは F2 2020年のね、新型モデルっていうことで、空気圧もね、オプションで5000円くらいかな、で、空気圧センサーも買えるんで、 GPS はもともとついてますからね。だから、オプションとしても買うとしたら空気圧のセンサーくらい、買えばいいだけなんでね、もし気になるんだったら、非常にね、多機能でおすすめできる製品じゃないかなと思います。はい。で、画質とか今回の動画確認してもらって、細かいね、なんていうか、内容は僕また概要欄に Amazon リンクも載せてますから、商品のね、説明、細かいね、内容の確認とか、そちらの方も見てもらえたらなと
というふうに思います。そしたらね、今日はこの辺で失礼します。さようなら。